皆様明けましておめでとうございます。本年もですねよろしくお願いいたします。はい、皆様お仕事を始められていらっしゃいますが、いかがお過ごしでしたでしょうか。はい、ね、結構昨日から雪も関東の方はたくさん降ってるみたいなんですけれど、こちらの方は、まあ、地面の凍結ぐらいで収まっております。なんかこれが映ってますね、はい、すいません、はい、本日はですねお正月にぴったりの話題で、お正月こそ食育を始めるのに絶好の機会ということで、イートライトジャパンの安崎さんにご登場いただきたいと思います。どうかな、少々お待ちください。あれ出ないね。あ、ゆこさん音声が入ってそうな感じです。んカメラ起動、カメラが出てるんだけどな、ごめんなさい。いえいえ、はい、なんだろう、ここに事故はつきものでございますので、なんかでもつながってそうな感じはしますね。どうだろう、来たかな。ああ、ごめんなさい。なんだろう、で顔だけ見えなかったんですね。もうあのご挨拶の終わった後ですね。はい、いい、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。すいません、朝なんか年の初めの最初のライブで入れませんでしたね。ごめんなさい。なんということでしょう。皆さんこんにちは。はい、歯科からね、食育実践をスタンダードにしたいということでですね、活動しております、ね、安竹優子と申します、食育実践ジャーナリストとしてね、国民のね、皆さんの口腔健康の意識向上を目指して、はい、プランツさんとね、活動させていただいております。よろしくお願いいたします。はい。はい、いや、本日ですね、お正月年明け一発目ということで、はい、お正月こそ食育を始めるのに絶好機会、食育元年の初めということでタイトルをつけさせていただきました。あ、はい。ね、ゆうこさん早速なんですけれども、うん、おせち料理は食べられましたでしょうか。おせちはね、今年ちょっとね、お正月を控えなければいけないことがありまして、うん、あの出して作っては今回は今年はねいないんですけども、ただおせちにね欠かせないものというのはいくつかあるので、まあ、その辺はちょっとお酒のつまみとして用意はしましたね。はい、黒豆とかね、田作りとか、うん、数の子の代わりにいくらとかね、うん、そんな感じ。ひろちゃんのところは、はい、うちはあの実家でも食べましたし、うん、はい、意見にわたっておせちをいただきました。ねえ、いいことです。ね、神様のためにね、こう捧げるものですけど、一緒にいただくということができるね、このおせちなのでね、うん、忙しい女性が休むためにもっていうようなね、いろんなね、あの諸説ありますけど、やっぱお正月が来たなって気持ちになりますよね。うん。はい。まあ、子供もね、日が通ってて、うん、食べやすいものもすごく多くて。うーん。食べてましたけれど。
ねえ、おせちが食べれる子供はすごいなと思います。うん。なんかただ、お雑煮はね、どんな時でも作っちゃいましたよ、ちゃんと。うん。どうですか？関西のお雑煮でしょ？私ですね、関西なんですけれど、うん、実家はおすましなんです。あ、はい。そうなんですよ。おすましというと、具は？あ、でも具は、まあ、普通かなと思うんですけど、餅を入れて、まあ、人参と、うん、まあ、と、で、あとは、三つ葉。本当おすましだわ。こんなもんですかね。いやいや、見通しの明るい、まあ、レンコンとかね、はい、まあ、子沢山を願う、まあ、ごぼうも含めてそうですけど、まあ、人参、里芋、何、白菜、こんにゃく、鶏肉、うん。あとは、お揚げでお餅っていう感じ、うち。そう、ゆうこさんのところのね、お雑煮が、すごい具だくさんで、私びっくりしました、写真を拝見したときに。え、こんな、うん、そうなんです。熊本のね、私は出身なので、熊本のお雑煮は結構具だくさんで、だからそれだけ食べてれば、うん、かなり調子が良くなる。だからお正月太りっていうよりも、うん、お正月なんか調子が良くなるっていうのが、うん、毎年な感じで、うん、たくさん食べましたね、今年も。鍋いっぱい。うん、ね、っていう感じで、まあ、なんか何人でもこうね、じゃあ、ひろいちゃんからのクエスチョン待ちにしましょうか。はい。はい。さっきもですね、ちょっとキーワードとして出していただいたんですけども、うん、おせち料理に欠かせないお料理っていうのがあると思うんですけれども、うん、はい。うん、あ、言っちゃいましたね、私ね。そうそうそう、三種の神器とかじゃないけど、まあこのね、三つはあったらいいよって言われてるのが、まあ黒豆だった、あと小魚のね、田作りと数の子とかね。まああとはね、もうエビとかいろいろと皆さんもうご存知だと思うし、その辺はね、インターネットで検索するとドドドって出てくるのかなと思うんですけど、今日時間も限られてるので、まあその中でも、お豆さんですかね。黒豆に関することとか、ちょっとお話しすると。で、やっぱり私たちは、まあ、口腔健康をね、とにかく噛むっていうことがすごく大切なんですけどね。やっぱり今、どん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 噛まない食べ物が増えて、噛めなくなってっていうね、怖い現象が今起きていて、噛めてないことにもみんな気づいてない。っていうことを、やっぱり新たに今私たちがプラスアルファでならなきゃいけないのが、噛むことを意識しなきゃいけない。ね。あと、お口の健康づくりでね、舌の健康、MFT だったりっていうね、お舌の、こう、トレーニングがあるんですけども、まあそういったことも、今までやったことなかったことをやんなきゃいけない時代になってきて、そんな中でも豆。ね。ここ見えますかね。豆。豆。これね、かわいいでしょ。豆の。うちで作ったね、ハイカラちゃんっていう、はい、キャラクターなんですけども、そう、その豆のお話ね、豆に健康にね、丈夫に過ごしましょうということで、豆を食べるわけなんですけども、でね、はい、このね、はい、一緒ね、はい、はい、パーカーの、はい、イートライトですね、はい、糧食検定テキストブックからちょっとね、皆さんにね、お伝えしたいなと思います。豆という漢字で食育っていうページがあるんで、漢字でね、感じてくださいっていう、イートライトを感じてくださいっていうページなんですけども、皆さんお分かりですかね、ここ。漢字がいくつかあります、ここにね。うん。頭っていう字とか。私どうやって見たらいいんだ、こうね。体が喜ぶ、頭が良くなる、で、元気に、登れる、まあ、元気に山に登れるとか、登校できるとかね、心が豊かになるって、この漢字全部に豆っていう字が入ってるんですよ。漢字ってすごいですよね、豆。で、豆っていう字にも、一口って言葉が入ってますよね、一口。そう。だから、この豆って、やっぱりごっくんって飲み込むにはすごく大変なものなので、やっぱりこのおせちっていうこともね、豆になりましょう、豆に丈夫になりましょうってこともあるんですが、せっかくのね、このおせちの言い伝えの豆から、やはり口腔健康にどうしても私はつなげていきたいんですけども、やっぱりいろんな料理に豆をね、ぜひね、入れていただきたいなと思うんです。でね、レシチンとかね、私たちの体、本当に大事な栄養素がたくさん入っています。で、
お母さんは休めっていう結構楽ちん料理のね、あのキーワードとなる、お母さんのはオムライスとか皮カレーライスとかあるんですけど、うちはできるだけそういったものにも結構豆入れるようにしてるんですよ。ゴロッと。で、ゴクって飲み込めないようにする。で、お母さんは休めってぜひ皆さん検索していただきたいんです。ちょっと知らないよっていう方は、大体が、このお母さんは休めのキーワードになってるお料理ってコンビニのメニューなんですよ。必ずコンビニにあるやつ、うんうん、だから手軽にポンって買えちゃうんだけど、でもコンビニのお弁当ではうん、あ、なし得ないゴロッとっていうね、うん、私は手抜き料理はお口にお口にとってもいいお料理って言ってるんですけど、コンビニのを買う手抜きではなくって、もうカットするのをもう大胆にもうカッ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 ってね、ゴロッゴロッゴロッって切って入れちゃうって感じなんですけど、まあ、そうしていくと必ず噛まなきゃいけないし飲み込めないんですよね。だそういったあの料理のやっぱり料理の仕方ってどういう食べ方っていう食べ方をね、今年は皆さんちょっと意識して、同じ人参でも大きめに切るとか、うん、そしてちょっと豆をいつも入れてみるとか、まあ、そういったこう食べ方を変えていく、うん、食育元年にね、皆さんしていただきたいなというふうに思います。はい、ぜひね、こちら今年こそはみたいな感じで皆さんも勉強してね、良い食べ方をサポートするっていうことで、良い食べ方っていうのがイートライトっていう意味なんですけど、イートライトサポーターにね、自分のお口のサポーター、そして家族のサポーター、そういってね、それぞれが良い食べ方ができるようになると、お口が健康になることで全身の健康につながっていきますので、ぜひね、その口腔健康から健康寿命の延伸を私たちは願って活動を、まあ、今年もね、していきたいと思っていますので、お一人お一人がね、実践するのはすごく大変なことではないんです。ちょっと食べる素材を大きく切ってみるとかね、意識してちょっと噛むのを多めに噛んでみるとかね、はい、っていうことですかね。はい。豆はね、なんかちょっともう子供のね、話、どうしても子供がいるんで子供の話になっちゃうんですけど、固形物食べれるようになったらね、自分でつまんで食べるし、私結構、うん、そのままボーンって出してこう食べてました。うちも黒豆大好きでよく食べておりますね。本当はなんか豆をシワシワになるまで茹でるっていうのが、うん、まあ元々のおせち、それをシワになるまで元気でいましょうみたいな意味合いもあって、うん、そう、でもね、黒豆のつるっとしたのはまたそれはそれで美味しいしね。うん。で、あと、赤ちゃんからちょっと大きくなってきてね、こう、つまめるようになった、このつまむっていう作業がすごく大切にね、そう、つまみ上手になってくると、ね、つまみ食えダメよとかでもなく、つまみ上手になるとね、字が綺麗になってくるんですよ。将来的にね、指がしっかりつまめると。握るは、人間でね、持って生まれた本能なんですけど、つまむっていうのはね、身につけていけない、いけなきゃいけない、これね、技術なのでね、これが上手になっていくと、とってもその後に役立つお手手になってきます。ね。はい。なんかね、こういう話してるとあっという間なわけで、なんかひろいちゃん、今年のいろいろセミナーとかもね、はい、あったりするじゃないですか。ちなみにこちらの、うん、テキストブックに載っている豆は、うん、ファインダーにもございますので、そうです。見てみてください。そうですか。ちなみにこちらの方は食育支援士課に登録いただいた委員さんには、はい、プレゼントさせていただいています、ポストカードでございます。はい。結構ね、はい。こういうのもね、活用いただきまして、楽しくね、うん、食育発信していただければと思います。そうですね。身近にね、感じてほしいですね。難しいことではね、ないのでね、食育ってね、空気吸うのと同じようなことです。吸って、吐いて、と同じようなね、どうしても日本って、なんか別格になっちゃう部分ってあるんですけど、もう息吸って吐くのと同じです。うん、口に入れたら噛む。当たり前になっていかないといけないんですけども、うん、なんか時間を気にする私ですが、そう、なんだっけ、飲むチーって、この間私、Facebook に皆さんあげてたんですけどね、飲むチーズ、
ドリンクが今年すごく流行りそうだってあのテレビで言っていて、うん、もうケーキぐらい食べてくれっていうね、飲まないでくれって思うんですけど、どうしても噛むことを避けちゃうね、食べ物がすごく増えてますよね。だから今年皆さん気をつけてください。あの甘いとか辛いとかしょっぱいとか、やっぱり噛んで唾液が出て初めて感じる本来ね、あの味覚なんですよ。それが噛まないでも感じられるっていうことは、それだけ味が濃いってことなんですよ。どんだけ甘いのかっていうこと。飲んでごくごく飲めて美味しいって言ってるけど、いや、ごくごく言ったら美味しいって本当は感じられないって感じられるほどの濃さだってことに皆さん気づいてください。ね、あの、某スターバックスもあの、ね、あの、ラテ、なんとかラテとかいろんなのありますけども、うん、本当に皆さん、ごくって美味しいって思うのは本当に甘さがいっぱいあるっていうことにね、気づいて若い糖尿病も増え、若い方も増えてるのでね、はい。ということで、あの、もうあっという間にね、時間になってしまいますので、あの、お楽しみの企画がかなりね、今年、目白押しなんですね。はい。お願いします。ありがとうございます。まずですね、あの、毎年3月ぐらいにオンラインであの、大きいイベントをやってるんですが、3月の13日、日曜日に、食育は未来を育む健康投資というタイトルで、あの、Zoom のイベントを開催いたします。で、まあね、またユーザーさんはメールが行ってると思いますし、プラネットのホームページにも詳しく載ってはいるんですけれども、うん、あ、インスタにもね、投稿してくれてました。はい、今回は午前中が歯科向けで、午後が一般の方向けのスケジュールとなっておりますので、うん、一般の方もね、こういう歯科院やるんだとか、あとあの、ね、安武さんの話ももちろんございますし、あと、はい、こういうのが、がんサバイバーで、がんに生き残った方の 食生活っていうのもね、お話しようかと思っておりますので、うん、なんかもう、うん、なので、お気軽に、うん。そうですね。いや、本当に、こう、がんとかね、人ごとと思ってる方ってすごく多いんですけど、結構人ごとじゃないんですよね。二人に一人はがんって言われる、この日本のね、あの、今現状で、どれほどやはり食べ物がね、あの、重要なのかっていうのを実際に、がんになって、本当余命を宣告されてきた方が、食でここまでお元気になられたっていうお話はね、うん、本当に切って、ご本もね、大変ね、今、セラー売られ、大変売れていらっしゃる、著者の方でいらっしゃいます。で、私の方から本当お子さんたちのね、子育てがもっと楽になるように、そして楽しく、そして、自己肯定感が高い、ね、人が育つようにということで、キッズインザキッチン、台所育児についてお話をさせていただきます。あと先ほどちょっとちらっと MFT ってお話もしましたけども、やはり食べ物が変わったのでね、食べ方もどんどん変わってしまってます。お口の機能ね、本当にもう大変なことになってるんですね。ここでやはりお口の体操も必要になってきてます。舌の体操。ね、トレーニングですね。うん。やはり、あと食べるってことはね、お口のジョギングって私たち言ってるんですけども、ジョギング以上にトレーニングも必要だったりするので、そういったこともね、一般の皆様に分かりやすく、とっても楽しい、歯科衛生さんがお話もしてくださいますのでね、無料です、皆さん。うん、気軽に本当さ、はい、お気軽にご参加いただければと思います。ね、うん、はい。はい。で、あとは、質問コーナーなんかも設けておりますので、うん、まあ、なんか、NSA さんとか、歯医者さんの先生とかにね、聞きたいなみたいなことあったら、そういうのにも、回答するのも設けております。で、面白いんですけれども、一応、一般の方はですね、こういった X、はい、もしくは、どこかな、クリニックに置いてもらってるチラシなんかの QR コードから、はい、はい、お申し込みいただけますので、はい。あとはプラネットとか、食育推進だったイトライトジャパンの、Facebook の方でもリンク貼ってますので、そちらからお申し込みいただけたらと思います。もう一個、じゃあちょっと、もう一個最後に宣伝していいですかね。東京農業大学のオープンカレッジでですね、毎年、
前期後期でイートライト糧食講座を、開催しております。こちら一般の皆様にね、私ってどんな食べ方してるのかなって、良い食べ方ってどんな食べ方だろう、まあ、そんなことも含めて、キッズインザキッチンのお話とかね、いろいろ子育てあるいは人生においてのね、運命の運び方というお話もさせていただきたいなと思って毎回やっております。で、また後期からなんですけども、中でですね、歯科衛生士さんに毎回お話をしていただいてるんですね。で、今回歯科衛生士さん、こんなところで私も話してみたいっていう、まあ、首都圏にお住まいの方で、東京農業大学オープンカレッジまで通えるよっていう方、まあ、後期2回ほどなんですけども、一緒にちょっとそういったところで登壇したいなっていう方いらっしゃったら、私の方までご連絡いただけましたら、はい、なんかそういったチャンスをね、ご提供できるかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。大学で講義できることなんてめったにないので、すごいなと思います。はい、うん。ね、キャリアをね、積みたいなっていう方もいらっしゃったら、いろいろご相談ください。はい。はい。ございます。はい。では、こんなところで、はい、よろしいでしょうか。で、次回、はい、1月21日金曜日ですね、同じく1時から、うん、サイト始めたいと思います。で、次は、ね、お正月太りで食べ方が気になって、ね、体重気になってませんかというようなテーマでお送りしたいと思います、はい、そうですよ、うん、実は痩せやすいのがいつっていう話でね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今年も一年皆さん素敵な年になりますように。